皆さんこんにちはこんばんは、マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はクレアさんで購入したスクイーズをご紹介します。今回紹介するスクイーズはこちらです。じゃんこちら、アップルペンスタンドとパイナップルペンスタンドのスクイーズを購入したので紹介します。こちらはパッケージはこんな感じでミュージックな感じの音楽の流れてる感じのデザインになっていて、裏はこんな感じでね、1850円。 こっちは円どちら円ども税抜き価格ですで裏のパッケージがね赤とあのこの黄色濃いめの黄色みたいな感じのカラーになっていますでは早速開けて紹介していきたいと思いますじゃんこんな感じです ははい、ではこちらも開けていきますこんな感じですすごくねあのかわいい感じでパイナップルの方が高いですねあの値段もそうなんですけど高さも高いし袋の大きさもね違いますこんな感じで結構違います では、紹介していきます。では、まず触っていきます。こっち。アップル。うわ、すご。めっちゃ低反発だ。えー、戻りがすごい遅い。めっちゃ遅い。え、戻ってきてる、これ。え、戻ってきてないんじゃないか。え、全然動いてない。動いてないって言い方おかしいのか。 てないじゃなくて戻ってこない。ちょっとね戻ってくるのを待つのもあれなので次こっち触っていきまーす。うーわー、やわめっちゃやわい柔らかいめっちゃすごい柔らかいこれすっごい。え全然リンゴと違うリンゴじゃないアップルと全然違う。えー、触り心地が違いすぎてびっくりしました。 アップルももちろん低反発ですごいいいんですけどパイナップルはもうめっちゃやばいですパイナップルの方が柔らかいですね裏もリアルですねすっごいリアルこの重なってる部分がね気持ちいいんですよね前にシャワーのパイナップルを購入したのを紹介したと思うんですけど結構前にご紹介したと思うんですけれどもそれ とはまた違う感じですね触り心地はあれは結構丸みがかってるパインだったと思うんですけどこれはなんかゴツゴツした感じのパインでねリアルですねで香りを嗅いでみたいと思いますうんうんうんほのかにパインそこまでザパインではないですシャワーのパインはもうすっごいパインの匂いがしたんですけどこれはまあほんのりパインって感じですではこっち嗅いでみます あこれはりんごの香りりんごのいい香りがしますでもめっちゃねこれねちょっとね持っただけでもねこう手がね埋まってく感じでねすごい低反発なんですよねでここに穴が開いてるので早速ペンを刺していきたいと思いますじゃんあすごい刺せるちゃんと でこっちがマイメロのペンに対してこっちがねなんとシンプルな感じなペンなんですけどすいません今これしか手元になかったため私の部屋にはもうずっとペンあるんですけどここ私の部屋じゃないのでその場にあったペンを刺しますこんな感じでどちらもね一応サラサのものではあるんですけれどもこっちサラサじゃないかなんかめっちゃね似てるからね 形がすごい似てるんですけどこれはサラソではないのかなあんまり気にせず買ってましたけどはいこんな感じでこれぐらいのこれ同じぐらいのサイズのペンなんですけどちょうどさせますねもうちょっと太いやつだったらいけないと思いますなんか5色ボールペンとか絶対無理ですね1本のペンの1色のペンが一番ちょうどいいと思いますで重いペンとか だったらもうすぐ倒れちゃうと思うんですけど上になんかマスコットついてたりとかしたらちょっとわからないんですけどこれをならねさせますねさらさは立つことが分かりましたこんな感じですあの鉛筆とかも多分さす,すことはできると思うんですけれどもキャップしたまんまじゃないと中が汚れるので注意してくださいというわけで今回はこちらのアップルペンスタンドとパイナップルペンスタンドのスクイーズをご紹介しました 個人的にはパイナップルの方が柔らかい感じがしましたね皆さんはパイナップルとアップルどっちが好きですか私はあ食,べ食べる系の食べる感じでっていうわけじゃなくてどっちがいいかなって思ったかっていう感じですねはいというわけでご視聴ありがとうございましたーバイバーイバイ